デレマス P の皆さん、お疲れさんです。千尋さんの中の人と誕生日が同じサカポンです。はい、本日もね、無料10連引きたいと思います。まあね、ちょっとね、その前にちょっと今日のね、コメ一言っていうかね、ちょっとお話なんですけど、私普段、今無料10連期間中なんですけど、この無料10連期間中はほぼほぼ毎日ね、動画上げてるんですけどね、普段はね、どういう感じかっていうと、まあずっと見てる人は分かってると思うんだけど、私の場合不定期投稿で月にね、何本か気まぐれ で月によって変わるんですけど、時々動画を投稿するっていう形なんですけど、ではその動画を投稿してない時って私どうしてるかっていうとね、たまずっとじゃないんですよ。次の動画どういう感じで撮ろうかなって考え、独り言のように考えてる時あるんですよ。でこんな感じでやろうかなとかって頭の中でちょっとブツブツ独り言言いながら言ってんですよ。まあ考えたらリアルなおっさんが何やってんだって感じですけどね。まあね、そんなね、いつもね、ゲームのことを時折考えているサカポンです。ということで本日もね、あのおまじないをやっていきましょう。来ました。ありがとうございます。ということで、佳子様へのお祈りも済んだところでガーシャ行きましょう。ですね、できればリアも欲しいっすわ。もう正直言わせてもらうとリアも欲しいです。でもね、一期一会ですから ね、どうなるでしょうかね、今日はね。ということでね、これじゃあ行きたいと思います。とその前に、運営さん、千尋さん、いつもお世話になっております。このありがたい無料10連、本日もありがたく引かせていただきます。ということでね。ねえ、行きましょう。1、2、3、4、5。ではどうでしょう。本日はどうなる？行きましょう！早い、今日もロードが。あ、白。ダメかな。行きましょう。はい、最低保証です。今日は。エマ。ケイト。司社長。ともえ。しぶりん。まなみさん。きらり。みやび、しのぶ、ラストエスレアが、はい、はるくんでした。いや、渋い。渋いっすね。まあ、でもね。一応一会という気持ちはいつも忘れずでね、明日も無料10連ありますから、チャンスありますから、頑張っていきたいと思います。ということで本日もこのコーナーで締めたいと思います。この子のこと知ってもらいたいねんのコーナーです。本日紹介するアイドルはですね、姉妹で、ユニットを組んでる女の子なんですけどね、ですね、姉妹といえばね、もう、最近話題になった姉妹もいますけどね、さあ、となるとあの姉妹しかいないだろうっていう話なんですけどね、その姉妹じゃなかったら、本日紹介するアイドルはですね、少々お待ちください。ただいま、探しているところですが、はい。本日紹介するアイドルは、城ヶ崎リカちゃんです。リカちゃんはですね、お姉さんのミッカに憧れてアイドルになった女の子ですね。趣味がシール集め。
カブトムシを捕まえることですね。ちょっと子供らしい一面もあるんですよね。それでね、リカちゃんね、お姉さんに憧れるあまりね、お姉さんのね衣装無断で借りていっちゃうぐらいおてんばなところもあります。そんなリカちゃんは姉のミカともどもファミリアツインというユニットで活躍してたりもします。そんなおませなでチビギャルな城ヶ崎リカちゃん、皆さんも覚えておいてはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録の方お願いいたします。またね、私の過去の動画見たことないよって方、私のチャンネルページ動画リスト一覧から過去の動画見ることもできます。もしよろしければそちらご覧ください。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回動画でお会いしましょう。サカポンでした。